はい、こんにちは、関西ウォーカー編集部の若林です。本日はですね、4月28日、連休の始まりですが、中之島、フードソニックのですね、特設スペース会場から、レポートしたいと思います。フードソニックはですね、皆さんご存知かと思いますが、食べログ 3.5 以上のですね、お店がたくさん集まると、約ですね、70店舗9日間で集まるということですので、早速どんなお店が来ているのかレポートしたいと思います。わら牛焼肉神戸太田屋さん、神戸牛入りハンバーグ、チーズフォンデュ添え、すごいですね。はい、これちょっと見てみましょうか。神戸牛入りハンバーグ、チーズフォンデュ添えって、はい、これにつけるんですか、ハンバーグ。すごい、おいしそうですね。メンチカツも美味しそう。はい、神戸牛 100% です。いやすごいですね。ねえ、コロッケからメンチカツあるとって。ありがとうございます。はい、ここは牛タン炭焼き利休さんですね。牛タンもね、人気ですからね。あ、すごい、焼いてるのが香ばしい匂いがします。こちらワトリバー塩辛鶏専門塩タレ唐揚げね。これビールで合いそうですね。はい、美味しそうですね。あ、はい、でこちらバリラックスザガーデンさんのラプテーも美味しそうですね。豚の角煮美味しそう。はい、はい、みんなノリのいい感じですね。はい、こちらも回ってきますよ。 E1 水さんのホタルイカ焼きそば、むちゃくちゃ美味しそう。あー、美味しそうですね。すっぽん鍋ね、すごいですね。すっぽん鍋、ラクレットチーズ、はい、ラクレットチーズも美味しそうですね。トリュフカール、フライドポテト、いろんなの。あ、アワビちょっと見せます。はい、すいません。こちらアワビ、焼きアワビということで、これは贅沢ですね。はい、すごいすごい新鮮な。はい、ありがとうございます。あ、知り合いに会いました。で、こちらがですね、フレンチレストランエボリオさんで、デミグラスソース、あ、ハンバーグステーキね。あ、美味しそう。はい、ちょっとカメラ見せてください。おー、すごい、うわー、すごい美味しそうです。ありがとうございます。すごいですね、ハンバーグステーキも美味しそう。これもビールに合いそうですね。あ、こうやって見るとね、ステーキとか肉料理が多いのかなって感じがします。骨付き鶏もものフライドチキン、これも美味しそう。こちらタイ料理、グリーンカレーライスとかガパオライスとかね、これも美味しそうですね。バッサバンカレーもありました。あ、キューバサンドイッチっていうのもこれ気になりますね。キューバサンドイッチって何でしょうね。へー、はい、こちらですね、北新地ハラミさんの和牛ハラミ重黒トリュフソース、すごい美味しそう。香ばしい匂いが、もう行列並んでます。皆さん暑い中並んでおります。はい、で焼肉寿司も、焼肉寿司いかがでしょうか。焼肉寿司も並んでますね。あ、寿司は普通のこのマグロの寿司もあるんですね。3貫若松屋さん、角煮サンド、あ、カツサンドとかも美味しそうですね。こう、祇園の西川さんも並んでますね。和牛重、やっぱりお肉料理が人気なんでしょうか。ルッチョラさんのミートソーススパゲッティ、美味しそう。よだれが出るぐらい美味しい。よだれが出る、よだれ堂、こちらです。はい、結構ラーメン屋さんも、あ、ここですね、溶き卵ラーメン、
ラーメン大山さん、ここすごい並んでますね。すごいですね、肉料理から、寿司、ラーメン、スイーツまでたくさん並んでおります。はい、なんかちょっと気になるお店1、2軒食べてみたいですね。はい、ウニが乗ってるんですね。はい、そうです。あ、美味しそうですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ビールゲットしました。今日のですね、買いました、焼きしゃぶのウニのせ、早速食べたいと思います。これは希少部位のミスジというところを使ってるお肉だそうです。食べます。いただきます。ウニの味と、うちの脂が合わさって美味しいですね。これは絶対ビールに合う。いやー、美味しいですね。じゃあこれも食べちゃいたいと思います。こうやってウニとお肉を食べて美味しいですね。聞こえんな。麺バカ亭は横山さんです。ぜひ登場していただきましょう。どうぞ。どうも、ABC アナウンサー横山大地です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やさせていただいて。はい、こちらですね、 ABC の横山アナに来ていただきました。はい、今回フードソニックにも関わられているということで、はい、はい、どうぞ。おはようコール ABC という番組で、横山大地の麺バカというラーメンコーナーをもう4年以上やらせていただいてるんですけれども、そのコーナーで今回ラーメン店をプロデュースということで、前半5店舗後半5店舗合わせて10店舗のラーメン屋さんに出店していただくことになりまして、もうね、どれもめちゃくちゃ美味しいラーメンが並ぶ名店ばっかりなんですよ。この暑いさなかでもね、並んでますもんね。いや、そうですね、本当嬉しい限りなんですけれども、関西のラーメン屋さんはここでしか食べられない限定のラーメンを作ってくれてまして、また遠方から来られてるところは、はい、北海道の利尻島の人気店だったり、東京武蔵野で20年以上この行列を絶やさない名店だったり、はい、もうね、全部食べていただきたいです、本当に。はい、はい、分かりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。前半も後半も来てください。はい、横山さんもたまに来たりするんですか？僕も来ます。ステージがありますんで、そのステージで実際に私のおすすめの店をご紹介させてもらったりだとか、はい、そういう機会がありますんで、ぜひ。分かりました。はい、来たら会えると思います。ありがとうございます。はい、ABC のですね、横山アナでした。ありがとうございます。ありがとうございました。今日はですね、フードソニック2018ということで、今日はですね、YouTuber のケンジさんに、はい、来ていただきました。ケニチさん、フードソニックいかがですか？初めてだということですか？いや、まず、うん、まずね、ケニチの仕事上、はい、こういう土日のイベントってできないんですけども、はいはい、いけないんですけども、はい、来てよかったのは、うん、もう活気、はい、フードソニック皆さんが集まってすごく活気があるっていうことにまず興奮したっていうことがありますけども、はい、うん、その興奮した中、すごいいい匂いがいっぱいするわけなんですよ。そうですよね。歩いてたら、あの店この店この店、うん、あの店あの店って、どれも行きたくなる店がいっぱいあります。うん、だその中でね、どれを選ぶかっていう辛さ、わかりますか？そうですね。うん、その辛さっていうのが本当にここフードソニック来たら、あなた辛さ感じ合えると思います。まあでも次も行きたいですね。あ、なるほど。で、はい、前半と後半とあるということなんですけども、そうです。前半はある店で、後半はある店っていうことで、後半の店ちょっとピックアップしたら、あ、後半もちょっと行ってみたいなっていう店があったので、はいはいはい、後半行きたいなと思います。ぜひ。はい、はい、5月6日までやってますんでね、はい、ケニシさんもぜひ来てくださいと。はい、はい、ケニシさんの動画も上がりますので、どんな店を紹介しているかはケニシさんの動画見てください。よろしくお願いします。では人の説明欄、あ、そうですね、下の説明欄見てください。はい、はい、下の説明欄見てください。ここにケニチの動画アップしますんで、よろしく見てください。はい、では関西大岡の若林がレポートいたしました。じゃあケニチさん、はい、さよならしましょう。じゃあさよなら。